こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の15日、10時9分、この間の明治神宮の佳子さまの参拝の、動画を見たんですが、土曜日の晩確認した時の動画では、その私がいますっていう車から降りてきた時の映像はあったんです。で、次の日の例えば日曜日、まあ昨日14日のことですけども、まあそちらの方で見るとそういったことを言ってってるっていうところの認識は まずこちらの方ではできていない、そういうふうに口が動いてるようにも見えない。だから2回撮影してるのか、それともコンピューターグラフィックなのかな、どうかなの部分もあるんですけども、そもそも本当は土曜日来られてましたでしょうかっていう部分があります。それと、まあちょっとあれの言い方ですけども、その土曜日の夕方に春山整骨院に来た老人が、そのままでええわっていうことを大きな声で言ってきたんですけども、そのこちらがパソコンでね打ち込んでる内容、まあ土曜日淡井圭介は覚えておかなければならないことっていうところに、その裁判関係のこととか、いろいろとまあ記載し始めているんですけども、その内容を見てもらったらわかると思うんですが、その実態がまあ少しずつ明るみになってきてる。で、あと、そのパソコンを打ち込んでるときに、その老人とか何か言ってたか何かで、こちらはパソコンの画面に向かいながらこう打ち込みながらなんですけども、こちらは童貞なんですけども、とか思ったんですね。で、それが春山整骨院に来たその老人に聞こえてる可能性があると。その科学的な手法っていうのをもうやめた方がいいっていうことを再三言ってるんですけども、どうなんですかね、その老人はそれが聞こえてた方なのか何なのか。その老人が言ってきた大きな声での言葉はこのままでなんですよ。その土曜日の夕方の時間帯、佳子さまが来られたかどうかとかも、それも僕も全然わからない。妨害しようと思って、春山整骨院というものが存在する以上いくらでも妨害できますし、そもそもこの方法自体がその家の横を通り過ぎたりしてる時に、何時かもわからない、どこにいるかもわからないっていう状態で私が外に出て、佳子さまに声をかけるっていうのは、これはもう確率的にまず不可能に近い内容です。だから、その佳子さまが土曜日来られていたとするのであれば、まあその何度もまあ今年だけでは少なくとも3回は来られてるわけじゃないですか。で、僕は気がついてない間にももし来ていたとするのであれば、その佳子さまの方もね、その精神的に、耐えるかどうかっていうところと、しんどいっていうところと、なんで自分がこんな目にっていうのはまああるとは思います。で、そのところどころで、その僕がその精神的にね疲れて、その投げ出すようなことを考えたりしたりしたら、こう心が割れそうになったりだとか、でそれでまあ電波で聞こえてくる佳子さまの声が苦しいとか、それの痛みを一部共有してるか、もしくは押し付け合ってるかの状態も、これはもうはっきりと言っておいた方がいいと思います。特別僕は押し付けようとは思ってないんですよ。その
そういうふうな形で、その、そういうふうになってますでしょうか。まず、そのコンピューターの、その、佳子様の声を使った、その、自分が、僕が考えたことに対しての、そういうことを考えるなというようなことで、コンピューターがそういうふうに、聞かせてきてるような状態。これは、一日の間にしょっちゅうある。で、今、佳子様の声だと思われるんですけども、タイムっていうような声が聞こえてきてるんですね。これはその日々の状況で、他にもそのホームページに記載している内容とかを読んでいただいたときに、どれだけひどい目に遭ってきたかっていうことは分かっていただけると思いますし、その辺のところ込みで一回通り過ぎるたびに、もしそれを私が確認していると、どれだけ私がその傷つくというか、辛い目に遭うかっていうところが、どんな心境になるかっていうことは簡単にわかると思うんですよ。これなかなか言わなきゃわからなくなってしまってる時とかもあると思いますんで、忙しい時とかね、一応ちゃんと言っておきますね。もうどうでもええわってなっちゃう時あります。それは瞬間瞬間的に。で、それを何度も何度も踏ん張り直してるんですけども、昔までの記憶が全部戻っていくと、26年間もこういうことを繰り返していて、それに対して意味があるのかなっていうところに、やっぱりたどり着くんですよね。で、そこまで相手を苦しめてる方法なんですよっていうことも言ってるのに、同じ方法を今まで、例えば粟井圭介、もともと粟井圭介とのその結婚話をした云々の者たちがテレビ出ていたわけじゃないですか。で、例えば高島彩とかだったら30歳ルールとか、何かよくわからないルールで、先に結婚するだとか、そういうふうな内容っていうのは、もともとの、テレビ局のアナウンサーの、者たちが使ってた方法で、要するに、手前勝手自分たちのしたいようにするっていうのを確立したかった。で、一般人の人に向けて言うんですけども、佳子様の件は一旦置いとくとしたとしても、物事が集団で行っている以上ね、僕はどういうふうな立場で、物事を見られるかっていうのが、まず勘違いで、その多数の女性に結婚話を振りまいてた人間みたいな形で物事を、まず最初誤解するような人たちが存在する。名前と住所と電話番号を教えてもらっていない以上、あと、ある程度の話をしたときに、大抵のものはその時は大学生でしたから、こちらが結婚っていうことを言ったとしても、ちょっと待ってみたいな話になるんですよ。あれ、おかしいなって、結婚話、云々で始まった話なのに、こちらから来年には結婚しようとか、それ実はグレイの人たちの、曲で表現されてるんですよ。歌詞でも本当にダイレクトにそう書かれていて、そう、同じその、そういうようなことをフルーツのパークのバーベキューコーナーで、言ってたことがあって、で、相手は、なんで私がみたいなことを言ってくるんですね。で、そこで、ちょっと時間経過してから、あ、やっぱり私の方が言ってることがおかしいっていう人間は気づいて言ってきます。これ、僕は何言ってるか分かります。結婚話で来たはずじゃないですか、その女性の人もね。だけども、僕が来年結婚しようって言ったとしますよ。何回か言ったんですよ。これ、片っ端からもう先に言っといた方がいいと。で、誰が本当に結婚する気があったのかどうか、これで分かるっていうような話になって、それで、普通にね、笑顔でちゃんと言ったんですよ。だけども、反応の仕方がね、
なんか結構みんな変なんですよ。相手にもある程度の自覚があるはずだから、だから数秒時間が経過した時に、あ、今の返答なしとか、まあ、まず言ってすぐに断ってくる。まあ、こちらとしてはもうその状況を何回も繰り返してるから、まあテレビに出る前の人たちとかの状態とかだったから、ある程度その、まあまたテレビ出る前の状態だしだとか、そういうふうなところで、まあできるだけ平常心を保つように、すごくこう、がっくりすることにも、もうその当時から疲れてましたから、で、そのうちにこう家の横を通り過ぎるような行動を多くの人間はし始めて、だからその当時流行ってた言葉が最近はもうテレビでもなかなか使わないと思うんですけど、降った降らないの話、降った降らないって、それ断るかどうかじゃないですか。相手からの告白を断るかどうかっていう言葉の使い方が正しいかだけで、降らない話で言うこと、まあ女性の着物で言うと振り袖のことなのかもしれませんけども、振り袖を振ったところでそれは断ったことにならないでしょう。だから曖昧なことは、そのどちらとも受け取れるような言葉だったのが、いつにかその相手からの告白を断ったみたいな意味合いでテレビ局の人たちは使い始めたでしょう。最近でもそれされてます。僕はもうバラエティ番組というものをほぼ見てませんので、集団的に、おかしな行動っていうのを多くの人間でしていて、ただその言葉のワードをね、誰かが言い出して広めようとしない限り、そのようなことを、その当てはまらない言葉が一般人まで洗脳されるところまで広まるはずがないんですよ。で、これ多分口は裏合わせしてません、各テレビ局で。流行語大賞とか、もともとの意味とかけ離れてる内容だとか。一応まあ、去年は阪神タイガースが優勝したこともあって、その岡田監督が言い始めた、あれを取りに行くっていう言葉、どうとでも受け止めれるじゃないですか。あれって何ですかって、誰かの頭の中だとか、もしくは得点だとか。まあ普通に考えたら優勝っていうことだと思うんですけども、これはもともとちゃんと僕の方で説明しておきますね。岡田監督へのメッセージで僕は伝えた内容。リーグ優勝っていう、目標を設定してしまった場合、日本一じゃないから、日本一を本当は優勝の設定をしておかなければならないと思うんですけども、これその辺のところをはっきりしておいた方がいいのかどうかよくわからないというふうんで、まあ、最初あれっていう言い方で始まったんですね。途中からなんですよ。まあ、シーズンが始まってある程度のところでね、はっきりと宣言するようになって、最初の頃、去年、阪神タイガース2位だったんですよ。順位。で、まあ、優勝するような形になったんですけど、今ちょっと野球の話を佳子さまに向けても言ってるのは、これ前からそうなんですけども、特別呼び出した覚えとかもなかったのに、この辺をね、歩き回ったりした時にどうなるかって言ったら、得点持っていかれたりしてるんですよ。阪神タイガースとかの。で、土曜日佳子さま通られましたか、云々もあるんですけども、これ今までのその結婚話をしてきたその女性とかも、その佳子さまがね、ここの横を通り過ぎる云々とかって、20歳前後の頃から僕と一緒に横を歩きながら話したこととかもあったと思うんですけども、あ、もう今からで言うと2015年かそれより前の頃ですよね。だから、それはさておき、
他の人間とかも家の横を通り過ぎた時に何目的だったかっていうところと、本人にその自覚はありますかっていうところだったんですよ。で、最初聞いた時に、新手の新人の者たちは、そんなことになってるとは知らなかったと。で、最初は、スポーツ関係の特典の入り方とか、そういったことを知らない人間は、何を言ってるかわからないとか、まあそういうような返答だったんですね。で、それが2パターンあるんですよ。その現場の方でのやらせの形と、やらせっていうのはその八百長の方でね。で、もう一つの形は、もうコンピューターでの搾取。頭の中とかで。で、それで得点まで決まってくる。で、それがじゃあ一般の世界でどこまで広がってるかって言ったら、この間は別の動画で説明しましたけども、私の家の近くにある有線病院っていうところで、オートバイに乗ってる男性と軽トラックに乗ってる男性、両方とも老人の方なんですけども、そこでね、オートバイを巻き込もうとするような形で軽トラが動いていたと。で、たまたま僕はその瞬間のところに、歩いていて、昼間、昼過ぎぐらいの時間帯でしたから、あんまりそのような時間帯歩いてない。夕方にちょっと近かったですかね。で、そこで老人男性2人が、まあ、揉めていて、その場面を何回か遭遇してるんですよ。で、それ確率的にどう考えてもおかしいじゃないですか。街丸ごとかどうかわからないですけども、ただこの辺の筋とかを見ている限り、私の自分の目で確認してる範囲ですよ。同じようなことが何回も起きてるんですね。その辺のところは、そのスーパーコンピューターというとてつもない、ものを作り出したものによる弊害なのか、何なのかはちょっと僕の方でもよくわからないんですけども、その家の横を通り過ぎたりとかする方法になりきってしまった人たちが、その行動は自分たちでおかしいとか、そういう自覚あります？スポーツに侵されてます？普通なら多分僕の家来れるんですよ。こんなことずっと何回も繰り返してたって意味がないですから。誰が最初どういうふうな目的でそういうことを言い始めたのか、それは皆さん、わかりますか？わかってますか？会社に言われたとか、コンピューターに言われたとか、誰それの声が聞こえてきたからとかは、それはもうやめた方がいいです。はっきりと動画で言ってるこの内容とかを、それを重点的に、意識して動いた方がいいです。ただまあ、安倍さんも、安倍晋三さんも、その直接僕の家に来ないっていう方法を使ってましたけども、それ何です？裁判所でそんなわけのわかんない判決誰か下しました？それこそそんな書類見たことないですよ、私は。聞いたこともない。どこそこの裁判所でこういうふうな裁判があったっていう内容。で、昨日の晩、まあ、もちろん昨日自体、もう、一日ゆっくりしておこうと思って、まあ、リアルタイムの時間帯でそこまで行って委員会見たり、まあ、ただその内容も、もしかしたら以前、まあ、内容自体は以前と全く同じ内容なんですけど、ただ言ってることとか、動き方とかを見てると、以前放送した内容を、そのまま放送してた可能性が非常に高いですね。昨日のそこまで行って委員会は。で、まあ、石川さんという議員、国会議員の方、今でもいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、人数がたくさんいらっしゃいますから、一人一人がどうなってるかまではなかなか、まあ、確認の方法というか、ウィキペディアの情報のところとかもありますし、何で見たら絶対間違いないのかっていうところがわからない。例えばもうお亡くなりになりましたけども、兵庫県尼崎市出身の河野池さんっていう国会議員の方、
最終的には衆議院議長とかされてましたけども、その人もともと阪神・淡路大震災前に僕が住んでた東山高校に来たりしてたんですね。で、その河野池さんのウィキペディアの内容を見ると衆議院議長だった記録はなくなってるんですよ。かといってその自民党の今のニュースの今のニュースであって、それ本当に一番最初はいつか分かんないんですよ。政治倫理審査委員会の話ですけども、その自民党は5つほどの会派に分かれていて、宏池会って言ってますけど、どう見ても河野池さんの河野池って言いませんか。でしょ。皆さんの知ってることが本当にはっきりとしたことをテレビのニュースで全く放送しないで、動画に関しても昨日能登半島のその海外の方の動画なんですけども、能登半島だと思います。もしあれで東日本大震災だったらもうお手上げなんですけども、その津波が来て、男性の方がね、最初ぼーっと海を見てるんですよ。で、僕は最初どういう風な動画だったかっていうのを、もしかしたら以前見たような気もするんですよ。その男性に向かって心の声の方で、何見てるんですかって、いやそれってこう指差し言ってるんですね。で、その男性の方はお子さんとかが何人かいらっしゃる方だったんですけども、津波が差し迫ってきてる時なんですね。で、海外の動画だから字幕のところとか下の題名の表記のところが英語だとは思うんですけども、まあそれのところもスマートフォンでしっかりとこう表記っていうのが端から端まで出るような状態じゃない。で、どういうふうな現場かっていうのは動画を見なければわからないんですけども、もうすぐに水位が上がってきて、もう一瞬で、まあ本格的な津波が多分到着したんでしょうね。その慌ててその自分の近くにあった車に娘を乗せて、るんですけども、もう他の何名かの子供は納屋の方に逃げてるんですけども、水位が上がってきて車流されます。で、僕は最初見た時に、あの男性も多分もう無理だろうなと思ったんですけども、納屋も1回分は完全に使って、子供たち多分3名ぐらいいました。で、そこまで水位が来て、まあもう一度引いていった時に、その、子供の姿は見かけてないんですね。で、水位が下がっていった時に、その父親である男性は、生きていらっしゃいまして、その車が流されてます。で、その車の中に娘が乗ってます。で、そのものを探しに行こうとするんですけど、波がだんだんこう引いていってる時ですから、僕は心の声で訴えかけてたんですけども、だけどもそれは聞こえてなかったようで、今はもう絶対動かない方がいいで、あなたが流されると、もうまだ首が表面にやっとこう波が引いてきて、首がまだ残ってる状態、すごい勢いで波が引いてますから、もうその人もすぐ流されそうになってましたから、探しに行こうとして、ダメだもう絶対動かない方がいいって言ってるんですけども、多分聞こえてないんでしょうね。最初の方聞こえていたのになぜかなっていうのはあります。コンピューターの稼働の仕方として。で、その弾いていった時に、そのドライブレコーダーで、ね、映像が出てきてるっていうことになってるんですけども、その納屋の方にいたその子供3名に関して波が引いていった後に姿は確認できませんでした。その上に2階があったかどうかは分からないですよ。分からないんですけども、その父親の方は大きな声でその各子供の名前を大声で叫んでるんですけども、返答はありませんでした。
もうその時点で、その動画は1時間半ほどの動画なんだったんで、その時点でもう僕は動画を見るのをやめました。まあ、精神的なものもあるんですけども。で、ちょっと話がいろんな方向に飛び飛びになって申し訳ないんですけども、まあ、佳子さまはその土曜日来られたとして、それが、どうです？睡眠時間とか確保できてます？確保をしていてそうなってます。こちらとしては、こちらとしてで、土曜日、前日もそうだったんですけども、睡眠時間4時間ぐらいでしたね。だから、以前から何回も言ってますけども、睡眠時間がそちらに行ってるから来てます。根本的なところで言いますと。だから、普通に電話をかけない方法を、意地にもなって行いたくなってしまう心境になってます。それ本能とか直感とかの方で、何がどうなってるかの部分とかでも、一度そのテレビ局のね、アナウンサー関係とかの人間で、結婚話した人間女の件の時のことで、本当はそうじゃないのっていうことを指摘したことはあるんですよ。で、こういうタイミングで音声集音しにくいように、電車がちょうど通るでしょ。別に運転手の人が狙ってるなんか僕は思ってないですよ。自然とこうなるんです。今ちょっと、まあ呪いが来てるんですけども、まあ、それ外しておくとして、各自自分のしてることが、淡井さんの言ってる通り、淡井さんのうち行きゃいいじゃないっていうのを、普通の第三者の人だったらわかるんですよ。で、だからまあ、一つは今回の動画は、佳子さまのことはね、もし来ていたとしたら、もう今年で3回以上にはなるでしょうから、精神的にも、しんどいだとか、疲れてないかなっていうところと、まあこれを言うべきかどうかなっていうところがあるので、まあ言わないようにはしておこうかなとも思いますけども、本当のところ東京にずっといないんじゃないかなとも今日思い始めました。どうかなって、今の例えばこの状況だったら、何回もこの近辺に来なきゃならないみたいな状況になってるわけじゃないですか。っていうことは、ある程度この近辺、まあ神戸市内だとか近くの市だとかに、いるだとか、それも可能性としてはあるなと。そういうふうに考えてしまうこともありますね。実際はどうなんだろうと思いまして。いや、公務に関しても、今時、インターネットだとか、メールだとか、テレビ電話だとかあるわけですから、例えば、この辺だったとしたら、工芸品とかで、例えば福岡行った時とかあるじゃないですか。そうしたら距離的にはこの辺から行った方が近いじゃないですか、東京から行くよりも。多分まあ、ただ東京から行くとしたら飛行機だとは思うんですけども、その距離だと。だから、ペルーの時は、ペルーに出発する前に皇居へ行って、で報告して陛下へっていうことで、なる人様に報告をしとか、まあそういうことだったとは思いますけど、それ考えたらやっぱり東京にいらっしゃるんですかね。ある
一つのね、仮説、ほぼそうじゃないかなって思ってる部分があって、睡眠不足にさせられてる人間の方が操られやすいわけじゃないですか。意識が朦朧としていて、その取りつく取りつかない、乗っ取るみたいな形の部分で、メンバーに関してもそうですけど、精神的にも弱っていたりすればするほど、何かにすがりつくだとか。まあそういうふうなところでコンピューターもこういうふうなワードを言えばこういうふうに動くだろうとかそういうふうなものあるわけじゃないですか。コンピューターからしたらその方が操りやすい状況じゃないですか。じゃあ結局、こちらが、ひどい目に遭ってる状態とかっていうのがまず1点と、それとパソコンに向かって打ち込んでるときにね、その春山整骨院を訴えたときの内容とか、そのホームページは IKS 権利益の一番から見てください。で、そのパソコンの画面に向かってこっちは童貞なんだけどもってこう思ったときのその内容が、その昨日春山整骨院に来ていた老人に聞こえていて、それからそのあれっていうことを大声で言ってきたのか。で、正直腹立ちましたよ。まあ、今、先ほど佳子様の声でうんっていう声が聞こえてきたんですけど、まあ、ご理解はしてもらえるんじゃないかなと思います。普通の人間はそうだと思います。もう十何年間やられてますから、最初の方の、だから昔の、1999年前後の頃にできてた頃も、同じようなことを仕掛けられていて、その時は仕事場にほとんどいましたから、だからそこまで云々のところがあったかと思うんですけども、そのことをこの辺の連中が何回もしてきてるから、これは近況報告ということで、結局土曜日、佳子さまが来られたのか来られてないのか、もう分からないですし、結局、その動画、明治神宮の参拝の時の動画で、私が会いますって言ってる時の、そのはっきり分かる動画の時と、そうじゃない時の2パターンがあるんですよ。だから、二度撮りをされてるのか、3種類目のパターン言いますね。私がその時感じたのは、音声が出てないせいか、私が合わせますのパターンもあったんですよ。一番最初はそれなんですよ。その後、私が合いますとかに変わってるんですよ。それを何か多分、明治神宮の前にいらっしゃった宮司さんか誰かに言われて、何度か撮影撮り直しされてますか。で、ただしね、もし土曜日に来ていたとして、私が会いますっていうワードの映像を見たのは土曜日の晩なんですよ。それだったら、だから多分、私が淡井圭介さんに会いますだとか、何月何日だとか、何回も言いますけども、そうだと思うんです。もしそのことじゃないんだったとするのであれば、今までのね、その家の横を通り過ぎたりだとか、その方法じゃないんだったとするのであれば、私が買い物行った時とかね、そういうことじゃないのであるとするのであれば、それは武田恒也さん宛てのメールのことを言ってるのかなという受け取り方もできますし。で、この件に関わろうとしてくる人間なんて、エネルギーの残存量問題の解決なんか、方法ほとんど人間は何も考えてないと思いますよ。からかったりして、喜んでるような連中ばっかりですから。そもそもアドの中にエネルギーの残存量問題が、その警察官への通報のね、その動画を見てもらったらわかると思うんですけども、喋ってる会話の内容。覚えてないんですか、警察官が。社会の実態なんか誰も把握しないものずっと生きてる。その状態だと、僕はあの時になぜ怒っていたかとか、そういったところにたどり着かないわけじゃないですか。その精神病院に入れられた時のその件だとかね。
まあ、一応この動画は今回はこれぐらいにしておきます。佳子さまとその会ってちゃんと話し合いとかを、まあ、しっかりとした話し合いとかをしてませんから、そのどういう心境でしたとか、どう思ってましたとか、そういうことを聞いてないんで、何回ぐらい来られたんですかって、帰りとか、正直にどう思ってましたって、なんで自分がこんなことをせなあかダメなんだろうとか、そういうことはありませんでしたとか、いろいろ聞いてみたいんですけども、その受け答えがないから、やっぱり。で、その自分の言ったワードによって自分が動くとする部分、もしくはテレビの映像とかで、出てきて、であれば、例えば昔ね、まあ今でも活動してるかどうか分かりませんけども、重要で深田恭子っていうものがいましたけども、もうその顔、若返ってる時の顔だから、もう一回顔取りと。で、顔取らせ、取って、で、もう本音いいって。それ、もう他の人間で一回もうそれした方がいいっていうことを伝えて、それしたんですね。その状態じゃなかったら、自分の顔が若返ってるものだから、自分の感覚まで多分おかしくなってると。もうあとないよと、その年齢だとって。早く結婚だよって。で、それでその深田恭子が言ってたのは、早くしてくださいっていうことを僕に向かって、その撮影現場で言ってるみたいなんですけども、僕は何ができるんですって。名前と住所も電話番号もわからない人間相手に、一体僕は何ができるんですって。全員本当にちゃんと僕の動画見てます、状況。僕はどうかしなきゃならないんじゃなくて、あなたたちがどうかしなきゃならないことであって、僕にはその援助とか相談すら別に、あなたたち別に僕に直接会ってしてないわけじゃないですか。とりあえずカメラの前で何か言ったら何か物事が進むとか、そういうわけじゃない。僕もそれは分かってる。だから僕は最善を尽くして動いた後なんですよ。自民党の事務所とか行って、国会議員の方の電話、自民党の本部とかに電話かけて、アポイント取れませんかと。全部断られました。政務調査官のところへ行っても断られました。河川水門開閉式ダム、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電のことに関しても。これ以上僕に方法ないんですよ。あとはまだからかいに来る連中がいた。まあ、テレビを見たら、まあ、以前と同じ内容のものを放送していたっていうのは、昨日で言うと SOS、池の水を抜く、まあ、外来種の、カミツキガメとか、そういったものを捕獲するっていう類の番組なんですけども、もうあれもかれこれ、もう10年以上前から放送してませんでしたっけ？どれぐらい経過しましたっけ？だから以前と同じ内容のものを放送してますよね。何か見たことあるなぐらいは思いました。かなり久しぶりだったんですけど、まあ、エネルギーの残存量問題を前面に出してテレビで放送して何回も何回も。で、2社2社合併。夜中と明け方の番組をなくす。まあ、それはまあ、佳子さまが言われても、まあ、私に言われても困るみたいなことを思うかもしれませんけども、本当は私もそう思うとか、そういうふうなことは今まで、まあ、別件かもしれませんけども、まあ、何回か僕からの心の声で、ちゃんと僕、名前名乗ってますから、こうこうこう思うんですけどもって言った時に、本当は私もそうだからっていうことをおっしゃってくれてることは何回もありましたし、まあ、他の恋愛問題のところのその意見の一致のところ、だからどこにどんな人間がいるかわからないし、今更新しく誰かその結婚する相手を探そうと思っても、その人は信用できる人なのかどうか、その人は自分で自分のことをまともだって思ってるだけで、こちらから見たら、いや、それ全然まともじゃないよっていう人たちの方が圧倒的に多いですから。
まあまあ今日の相談は以上です。あんまり動画の数増やしても佳子様本人が見てなかったらどうせ意味ないですから、他の人間が見てそれを伝えてるんだったら全く意味がないんですよ、本人がご覧になってなかったら。であんまり多すぎたら多すぎたで、その全部は全部覚えれないでしょうし、ただ何回かこうたびたび聞くことによって頭の中にその内容は結構長い間残る、まあ、その辺のところで一応動画を、まあ、近況報告として、撮影しました。この後、まあ、公開しておきます。以上です。まあもちろん佳子様と今でも結婚したいと思ってますし、好きですということです。で、他者の名前を出したぐらいで、今も廊下誰か歩きましたけど、まだ今外出てきましたね。なぜそういうふうな、他者の名前を出しただけで何か僕の弱みでも握ろうとしてるのか、握ったつもりになってるのか、ただただテレビ局の知ることの本当の実態をその人にはそっと分かっていて、そういうことをしてるのかどうか。ああ、奥田さんでしたと思った。だから手に負えないようになるような業界なんかたくさん作るべきでもないし、まあ、建築業界はいまだに建物建設してるし、先延ばしにすればするほど結局後の世代である我々とかにそのツケが回ってくる。でもっと若い人たちにもツケが回ってくるし、じゃあ若い人は若い人で、僕はこれだけ今まで何回も言ってきたのに、なぜ協力する人はいないの？上の方に任せとけばどうにかなる。違うよ。これは徳様に言ってるんじゃなくて、もう20代ぐらいとか30代ぐらいの人に向かって言ってます。違う、それは全然違う。自分がどうにかしなかったら、年齢見たらわかる。国会議員の人とか、おじいちゃんが多い。おじいちゃん、おばあちゃんの人たちが。ね、自分が生きてる間に、原油とかガスはまだ輸入できるって思う。違うよ。君たちの年齢、自分たちが老人になるか、大人、ある程度の年齢、50代、60代ぐらいの頃、多分ない。輸入の量は極端に制限されてるか、全く輸入がなくなってるかのどちらか。全員自分を信じてね、自分が何をできるかっていうことを本当に考えて、もう結論は僕のホームページ淡井圭介の履歴の58番に記載してるんですけども、それ全部しなきゃダメ。考えることは全てしなきゃならない。国会中継の政治倫理審査委員会3月18日のものを見てましたけども、この間。あの映像ももしかしたら以前の映像でした、去年とか。どうです？政治倫理審査委員会も結構開いてるし、その、まあ、立憲民主党の方が基本的に、まあ、問いただすような形でお話しされてますので、もうやっぱりテレビの放送はあの状態だったら、もしかしたら以前と同じ内容のものかなってやっぱり思いますね。言ってる内容とかのパターンとか、やっぱりその、問いかけ方っていうそのパターンがあるじゃないですか。だからまあ同じような文言になってくるとは思うんですけども、それは同じようなこうパターンでこう文言を投げかけて、で受け答えしますから、まあ、承認喚問の件を問うてた場面ですけども、下村弘文さんだと思いますけども、テレビで白文とか言ってますだけども。早くこの世の中どうにかしようって思ってる人たち集まった方がいいですね。僕とですよ。他の人たち同士が集まってもどういう結果が今まで出てきてたかっていうのはもう結果見たら分かりますから、
佳子様も早く僕に会われた方がいいんですけども、まだ家の横を通り過ぎる方法を使用されます。僕もどうしたらいいかわからないで、正直その明治神宮の動画、コンピューターは映像加工してます、してません。以上です。まあ以上ですって言ったと、まあ、何か楽しい話とか佳子様に、してあげた方がいいかなとかも思ったりもするんですけども、これはまあ僕のすごく真面目な時の時にこう笑い話とかされたら腹立つ時ってあるんですよ。だからそれタイミング見ながら、だから、その相手の、その佳子様の心境とかを聞いてからじゃなかったら、そのごめんなさいね、もう自分で笑い始めた。これね、いや、面白い話とかもしづらいんですよ。だから僕は結構昔面白い話とか言ってた時の記憶あります。長い間見てなかったらもう忘れてるでしょう。だから僕は高島屋相手に怒ってるその動画とか、本当に怒って言ってるところを本当はアップロードした方が、その公開した方がいいと思うんですけども、本当に今までめちゃくちゃ怒ってた時いっぱいあります。で、ただその怒ってる時の声が現場には伝わってない。まあ、高島彩が言ったことは高島彩の責任ですから、特にスポーツ界女の件ね。それは僕が背負わなきゃならないことじゃないですから。高島彩は背負わなきゃならないことですから。それは、高島彩アナウンサーもしっかりと理解しておいてください。民法第720条、正当防衛です。やっぱり翔平がホームラン打ってる時、起こされています。これ笑いながら言ってますけども、自分がやられたら腹立つどころじゃないですよ。まあ、今日はどうかわからないですけども。どうすればこの環境から抜け出せるのかっていうところを、まあ、模索してるところですね。以上です。